友達に聞いてみませんか私と一緒にいてて助かるって思うことは何ですかはい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターオカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介しています。えっと、本音で生きるとか、自分らしく生きるとか、幸せに生きたいって僕はめっちゃ思ってます。そのために大事なことは何か 自分を知ること。 ですよね、もうどの心理学を勉強しても一番ファ,ファーストステージ最初の、えー、項目には自分を知るセルフアアウェアネスが大切だっていうこといこがが書かれています自分がどんな時に楽しいのかどんな時に喜びを感じどんな時に悲しくてどん,などんな時に腹が立つのかっていうことを自分自身がちゃんと知っているということこれがね幸せになるためにそして自分らしく生きるために大切なんです。 自分4つの自分があるって言われてるんです4つ4つもありますこれジョハリの窓って言われてるんですけどね、えー、じゃん4つの自分これ聞いたことある方も多いと思うんですけど見えるかなはいはい4つの自分ということで、えー、まず上が、えー、上の横軸が自分が知っているで自分が知らないそして縦軸が 他人が知っているで他人が知らないです。で、この解放の窓。この解放の窓は、自分も知っていて、えー、相手も知っているという自分。もう自分も相手も知ってんねん。だから自分はいつも素を出せていて、その素の自分を相手も知っているという状態。これが解放ですね。で、その横。それが盲点です。これは、自分は知らへんけれども、他人が知っているという自分です。あ、あってるかなあってるな。自分が、 え知らへんけど、あ、そんなええとこあったんや、あ、そんな弱みがあったんやって自分には気づいていない盲点な部分ですね。で、下の部分。 これは秘密の窓って言われてるんですけど、自分が知っている。そして他人が知らない。だ他人には言っていない自分。他人にはの前では何やろう、こういいところを見せて、八方美人なところがあって、えー、隠している自分がある。これが秘密の窓です。で、一番左下になるんかな。これが未知の窓。これは自分も知らへんけれども、他人も知らないっていう自分なんですね。はい。この未知の窓。これね、これ4つの窓があるんですけど、 どの窓が大きかったら自分らしく生きられると思いますかどの窓が大きかったら本音で生きられて幸せに生きられると思いますかチクタクチクタクチクタクボーンということで正解はこの解放の窓ですよね。そう自分も知っていて他人も知っているっていう自分この解放の窓が,窓が大きければ大きいほど、えー、自分は幸せに生きられるんです。 自分の弱いところも強いところも自分が知っていてそして自分の周りにいる人た,人たちも自分の苦手なとこが分かっていて自分のダメなところも分かっていてそれを受け入れてもらってるんですよ受け入れてもらってるから自分はねえー、っとねいつどんな時でも、えー、幸せにで自分らしく本音でいられるんですね本音でいられるだからこの解放の窓を大きければ大きいほどいいんですよじゃあねまずこの盲点盲点の窓を 小さくくしててこの開放の放窓を広げていくそのためにどうしたらいいのかっていうのはねこれ自分が知らへん自分で他人が知ってる自分だから他人に聞くんですよ。ね他人に聞くんですよ。 他人に、えー、と自分のいいところって何ですかとか自分の強みって何ですかとか、えー、自分が、えー、役に立ててる部分って何ですかっていうことを聞くんですね、えー。ビジネスで言ったらお客さんであったり同僚であったり上司であるかもしれない。でまあ友人かもしれないし家族かもしれない。そういう普段身近にいる人であったり普段一緒に過ごしている人であったりお客さん。 とか上司とかそのの関わりがある人に自分のいいところととかか弱みとかそういうい部分を聞くんですねダイレクトに、うん、これね、あのー、案外やってなかったなと思っててまた後,後でこれ話すんですけど昨日ね振り返りミーティングみたいなのがミーティングというか、えー、月に1回のねメンズビジビズっていうビジネス塾をやってるんですけどその中で1年の振り返りをしようっていうところがあってそこでね僕みんなに聞いたんですよ。 僕の強みって何ですかって。僕の弱みって何ですかって。僕が最も輝いている部分。そして、最もあなたにお役に立てる部分って何ですかって聞いたんですよ。でそれがね 案外、僕、聞いてなかったなと思って。で、そこでいただいた情報が、例えば、おカッチって、えー、指導者を教える、えー、教育者として、ものすごく力を発揮するよね、とか、んやろ、こう台本が用意されてない、こうライブ感がいいよね、とか、だか普段自分が気づいていない部分であったりとか、気づいていたけど大切にしてない部分っていうのを教えてもらったりして、すごく楽しかったんですよね。で、この盲点の部分が広がれば、 なんやろここの解放の窓がギュッてこっちに広がるな広がりますね。自分が知ることができるんで。自分が知ってる窓が広がるってことですね。じゃあこの秘密の窓を広げるにはどうしたらいいのか秘密の窓っていうのは、自分は知らへんけれどは、 あ自分は知ってるけれども、相手は知らないってことですね。これは単純に自分のことを出すってことです。自己開示ですよ。<laughs> 自分の楽しいと思ったこと、嬉しいと思ったこととか、悲しいと思ったこと、自分の気持ちとか思考ですよね。自分が考えてるアイデアっていうのを、どんどん、あのー、開示していく、お話ししていく、伝えていくってことです。自己開示です。でいきなり全ての人に自己開示するのも大変やと思います。な,なぜなら、否定されたら、 傷つくじゃないですか、えー。怖いじゃないですか。だから、まずは安心できる人、家族であったり、友人であったり、パートナーに、その自分の気持ちであったり、考えっていうのを開示していく。そうすることで、この解放の窓がギュッてこう下にね、広がっていきます。はい。で、最後、こう、未知の窓ですよね。未知の窓は、自分も知らへんし、相手も知らへんって、そんな窓でしょそんな窓。それを知るにはどうしたらいいのかっていうのも簡単ですよ。新しいことをやる。 うん、今までやってないことに一歩踏み出すんです。チャレンジなんですよ。今まで出会ったことない人と話してみるとかね。普段酒できた人とちょっと一回飲みに行こうかって言って行ってみるとかね。そういう新しい人との出会いとか、新しい出来事との遭遇とか、そういう未知の世界をどんどん一歩踏み出していく。そういうことで自分が知らない自分が自分が見えてくるとかね。新しいことやって、あれ僕ロッククライミングだから嫌やと思ってたけど、なんか案外楽しいやんって。山登ってみたけど、なんや 僕、動物って結構好きやな、自然の空間って好きやなっていうのを知れたりとかえ、逆になんか汗かくのめんどくさいなって気づいたりとかね、自分の苦手とか得意な部分であったり、好きなことであったり嫌いなことっていうのが、やってみることで分かるんですよ。ね。で、そうする、それを、それを、えー、っと、何やろ。 他人が知らないから、その知ってる自分っていうのを、えー、そこで知った自分っていうのをどんどん、えー、SNS で配信したりとか、友達に伝えていくということで、この未知の窓もどんどん小さくなっていきます。そうすることでね、この解放の窓がね、ぐるーんぐるーんって大きくなっていて、自分が知っている自分のワールドが広がり、そして他人が知っている 自分のワールドも広がっていくだからどこに行っても自分のことを理解してもらえるし自分のことを知ってもらえてる安心できる快適なゾーンいわゆるコンフォートゾーンって言われるんですけどそのゾーンが広がっていくんですよね。はい、で自分もどんなことが得意なのか何が幸せなのか何が嫌いなのかっていうのが分かっているからなんかこう飛び込んできたことに対して「あそれ自分嫌い」って言えるし「あその仕事は私がやるべきでない」って断ることもできるんですね。はい なので自分のことを知ることができて幸せに生きられる本音で生きられるってことなんですよ。はいということです。え今日のテーマは、えっと、自分らしく生きる本音で生きるためには自分のことを知ることが大事だよねっていうお話をしました、はいで。自分っていうのは4つの自分がありますよとこの解放の自分自分も知ってて相手も知っている自分とえ自分もししら知らんけど相手は知っている自分そして、えっと、自分も知って自分も知 知っている自分は知っているけど相手は知らない秘密の部分であったり誰も知らん未知の部分があるその未知の部分とか盲点の部分秘密の部分っていうのを、えー、こう広げていく。 何、えー、やこの解放の窓を広げていくことで、えー、自分も知っている他人も知っている自分を、えー、世界を広げていこうってことですねで今日は冒頭にも言いましたけどまずはこの盲点の自分ですよね盲点の自分これを知るにはどうしたらいいのかというとその他人に聞くってことですよね、えー、自分がいつも一緒にいる人でもええしお客さんでもいいし友達でもええから自分の強みは何ですかって自分のいいところって何ですかって 私がいていてあなたが助かったなって思うことは何ですかっていうふうに実際聞いてみませんかもう12月もあともう3週間ぐらいですけどこの年内のうちに私の強みって何ですかいいところって何ですかとかね、えー、私がいててよかったなって思うこと何ですかって一回聞いてみませんか はい。えー、ちょっと聞いてみたら、新しい自分が、この盲点の自分が分かるんですよね。そうすることで、新しい一年、あれやってみよう、これやってみようっていう目標もね、立てやすいと思うので、ぜひ、友達、まずは友達から、家族から、パートナーでもいいですよ。自分の強み、自分がいてて助かったなって思うことは何ですかって、ちょっと聞いてみてください。はい。それが今日のメッセージでした。じゃん。ということで、えー、普段このね、えー、ミスターオカチのチャンネルでは、 えー、本音で生きるためのライフスキルとか行動習慣を紹介しています。えー、っとね、今ちょっとね、アキレス腱が断裂してしまって、今こんな感じでね、家で配信してるんですけれども、えー、過去の配信ではね、子育ての動画とかも配信、子育ての役立ち情報とか配信したりとか、とにかく、 る力が湧いてくるようなそんなねあのおもろい動画とかもあの,い,あのいっぱいあげてるんでぜひそちらもチェックしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです、えー、であとねコメント欄とかねちょっとでもいいなと思っていただいたらあのー、コメントしてもらったりあの高評価ボタンとか押してもらえたらめちゃめちゃ励みになるのでよろしくお願いします、えー、こんな感じでね、えー、家で配信するときはもうほんまに台本なしで思ったまま今 アンテナがね、立った時に、もう、配信したいなと思った時にやるんで、ぜひ、お気軽に遊びに来てください。はい、それでは皆さん、ワンダフルな一日々をお過ごしください。バイバーイ、ありがとう。